皆さんこんにちは。日本の大学、全部行った男、山内大志です。さて、私、普段年間150高校ぐらいで進路指導の講演やってるんですけれども、いつも思うのがですね、高校で進路の講演やるっていうと、結局は私も、いい大学行けみたいな話になっちゃうんですよね。で、なんでみんないい大学行けっていうのかっていうと、その先にあるのは、いい会社に入れです。つまり、大企業に入れ、公務員になれ。 安定した賃金の高いところに行け、まあ、親や先生の愛だとは思うんですよ、それは。でも僕は思うんです。そのいい大学、いい会社っていうことばかり、高校生に教育している限り、ベンチャー企業やアントレプレナーシップ精神といったような、自分でビジネスを切り開いていくぞっていう人材は作れないのではないかというのを常々心配しています。がその アントレプレナーシップ教育やベンチャー精神というものを何でもかんでも高校の先生に教えてくださいというのは正直大変だと思います。そんなふうに悩んでたところですね、私がご縁のあるガイアックスという会社の方が何とかしてくれるということなので本日お話をお伺いします、えー。ガイアックスの吉川先生、吉川さん。はい、はい。ちょっと自己紹介をお願いします。 はい、えー、と改めまして株式会社ガ a ックスの吉川と申します。と私はですね、実はもともと高校の教員を長年やっておりまして、<ー>えー、そうなんです7年間高校の教員をしてました。そこであの探究学習ですとか、えー、アントレプレナーシップ教育をやってまして、今は g a ックスで中高生向けのアントレプレナーシップ教育をあの担当しています。ははい今日は 中高生向けのアントレプレナーシップ教育ということで、一体ガイアックスさんがどんなことを提供してくださっているのか、ご説明をお願いします。はい、ありがとうございます。では、あの資料ありますので、ええー、共有させていただきます。はい。はい。 では、えっと、改めまして、中高生、大学生代表のアントレプランシップ教育プログラムということで、企業ゼミについてあのご説明させていただきます、えっと。先ほど簡単に自己紹介させていただきましたけど、改めまして株式会社ガイアックスの石川と申します、えー。私もともと高校教員の出身でして、今ガイアックスで、えー、休暇教育プログラム、企、えー、業ゼミを担当しています。 でえっと、簡単に会社の紹介もさせていただくと、私たちは人と人をつなげるということをミッションに掲げまして、社会課題の解決を目指すスタートアップスタジオというふうに言っています。スタートアップスタジオというのはこう新しい新規事業です企業を生み出す仕組み、組織のことだと思ってくださいで。私たちは大きく2つの事業をやってまして、1つが自社事業ですね。っていうのと、もう1つはベンチャーキャピトルという、まあ、投資会社のようなもの2つの特性を持っています。 投資事業の方の所属でして、その一環で中高生向けのアンテレプリナシップ教育をやってます。で、えっと、本題に入ってもよろしいですか。はい、どうぞ。はい、はい。えっと、では、えっと、アンテレプリナシップ教育。 プログラム企業ゼミということであの、皆さんご存知のように、日本っていう国はあの企業に無関心な国だっていうふうに言われてます。あのその割合はですねあの、諸外国と比べても顕著です、まあ。いろいろ要因はあるんですけれども、1、まあ、つ言えるには、まあ、企業に関してイメージがそもそも悪かったりとか、環、ま、境、あ、がなかったりとか、また、あ、教育の機会がなかったりとか、まあ、実はこういうスコアってすべてこう諸外国と比べて大きく下回ってるんですよね。 そこでですね、えっと、私たちが企業ゼミということをやってまして、これ、どういうプログラムかっていうと、こう課題設定から仮説検証、あとはビジネスモデル構築、ピッチまで、まあ、企業の一連の流れを体験することができるプログラムです。目的としましては、まあ、企業の裾の拡大ですとか、先ほど、山口さんにもおっしゃっていただきましたけど、若年層のアントレプレナーシップの情勢というところを目的としています。 でえっと、私たち、先ほど申し上げましたように、投資会社でもありますので、本当に起業したいぞっていう子たちに対しては、法人設立費用ですとか、最低200万円の出資などもさせていただいてます。で、えっと、まさにその新しい教育、学校でやれって言われても無理だぞっていうふうに思われるんですけど、あの私たちのプログラムは、今、既存の総合的な探究の時間、総合的な学習の時間のフローで、 えー、にのっとって行わせていただいてまして、こう課題設定、情報収集、整理分析、まとめ発表って一年の流れがあると思うんですけど、この中で授業の一環として行わせていただいていますで。実はコマ数も現在4コマから24コマまで学校様の実情に合わせて柔軟に対応させてもらっています。なので、あの最初、様子見で4コマだけやってくださいとか、いやいや、もう最初から3ヶ月、4ヶ月やってほしいですっていうの、あの柔軟に対応させていただいています。質問です。はい、どうぞ。これは ガイアックスの社員の方が先生になって、その高校で授業をやるんですか。おっしゃる通りです。あのー、<ー>何を隠そう、私が、あの、全国飛び回って。何を隠そう、私が。はい。はい。はい、あの、現在出張授業という形で、もう北は北海道、南は福岡まで。はい、飛び回って授業させていただいてます、はい。すいません。じゃ、あ続きお願いします。ありがとうございます。 であのコンテンツは、ですね、企業家なら必ず最初に読むであろう企業の科学という本がありまして、その著者の田所さんにも推薦いただいています。また、えー、と評価方法にもこだわってまして、事業アイデアについてはガイアックスのメンバーがえ普段企業家に行うのと同じような審査をさせていただきますし、あと、いわゆるこうアウトプットだけななかアウトカム、非認知能力ですとか、アントレプレナーシップ の精神ですよねっていうところは、まあ、ヨーロッパで主流な、まあ、アントレプレナーシップ・コンピテンシーっていうまあそういうい評価項目があるんですけどそれを参考に評価する仕組みを作っております。実際にこう生徒たちのアウトプットを今少しずつですけど実際にこう起業するようなあの子たちも出てきたりですとかあとは起業まで行かなくてもこう大学と共同研究を開始するような子たちも出てきています。 またアウトカムに関しましても、ちょっとごめんなさい、字がちっちゃいかもしれないんですけど、あの課題解決力ですとか、想像力ですとか、計画力ですとか、まあ、今こう、日本人、日本学生たちにとって必要だと言われている力が特に身についているという風な結果も出てきています。でまあ、何よりあの非常に嬉しいのは、ですね、えっと、アンケートの結果なんですけど、もともと企業に興味なかったけど、興味を持ったっていう子たちが全体の半分以上。 もともと興味があった子たちも合わせると、もう全体の大体80%から85%ぐらいの子たちが、私たちの取り組みきっかけで、企業により興味を持ってくれたっていうような結果が出てます。はいえー、最後です。えー、これまでも40以上の学校様でもう2000名近いえ学生様に企業ゼミに参加していただいてまして、最近だと自治,体自治体の皆さんなんかともあの連携させていただきながら、今どん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 プログラムをあの広めていっているところです。はい。以上が企業ゼミの概要になります。 はい質問です。はい。じゃあこれいいからうちの高校でやってみようっていう場合に、はい。あの費用はかかるんですかあ,ありがとうございます。あの費用はかかってしまうんですけど、あの今1コマ1万円っていう価格でやらせていただいてまして、あのできるだけ 4, だと4万円。よコマだと4万円です。はい。これ、さんわからないんじゃ。<laughs> そうですね。あの私たちこの授業でお金儲けをしたいっていう思いは全くなくてですね、本当にこう、あの持続的に プログラムをやるための費用を最低限だけ頂い,いてるっていう形なので、はいあのまああの、そのような形でやらせていただいてます。これやることで皆さんのメリットって何なんですか 先生方のメリットですすかねいや違い違ますガイアク私たちのメリットはあの私たちはその投資会社ですのでそもそも起業家の起業の裾野が広がらないと出資したくてもできないっていう現状がありますなので、まあ、中学生高校生段階からまあ興味を持ってもらって、まあ、全員が全員起業しなくても大丈夫なんですけど、まあ、将来大人になった時にその中から数人でもあの起業してくれてその時にガイアックスを思い出してくれたら嬉しいなって思いであのやらせていただいてます。 分かりました今回私これ紹介しようと思ったのはやっぱり高校現場で探求をやるときにネタがない、はい、忙しい、はい、教えれる人がいない、はい、あとは大学教授や企業や NPO といった外の人間にぶっちゃけ人脈がない高校の先生方ということで困ってらっしゃる学校さん多いだろうと。 あと探求をやって総合型や学校推薦型でいい大学を目指すぞっていうのは全然いいと思うんですけど、うん、やっぱりそこでですねみんなえ地域おこしとか、はい、緑虫とかですねもういいよと <laughs> 緑虫はという感じでもちろん町おこしやったっても緑虫やってもいいんだけどやっぱり起業家精神というものを探求で学べるっていう機会って選択肢の一つとしてあっていいと思うんですね、うん、なので私としては 営利目的抜きで私も高校や中高一貫校や場合によっては中学校の現場でぜひですね、この企業ゼミというものをあの各学校の先生方にご検討いただきたいという、もう誠意だけでやっておりまして、なお、この動画は一切広告をいただいておりません。本当です。あのお金儲けでやってるなんてのがバレバレだったら、やっぱり学校の先生たちの信頼は得られないと思うんですよ。で 私と Facebook でつながってる高校の先生方、皆さんご存知の通り、営利目的じゃなくて、大事なことは、高校の先生方がやっぱり幅広く社会に人脈を持つことだと思うんですよね。大学の先生もそう、企業もそう、外部の、まあ、NPO とか行政とかもそうで、なので僕は正直、じゃあこのガイアックスさんの企業ゼミのご提案を試しに聞いて、ぶっちゃけ断ってもいいと思うんですよ。うちの学校には合わないですね、と。 でもですよ、たとえそうであっても、話を聞いて、吉川先生はガイアックスと人脈ができるだけでも、あなるほど、アントレプレナーシップ教育ってこういうふうにやればいいのかっていうヒントが得られて、外にネットワークができる。それは、皆様の学校にとって、必ず生徒さんのために良いことになると思うんですよね。なので、今後、私もですね、そのガイアックスの宣伝版というわけにはいかないんですが、その探求で悩んでる学校さんには、 選択肢の一つとしてご紹介していきたいと思います。なので今後ですね、ご関心のある方はですね、ぜひこのガイアックスさんの企業ゼミ、興味を持っていただいて、まあ、ぜひですね、吉川さんと一緒に仕事ができる学校さんもあるといいなと思っております。どうも、えー、ガイアックスの吉川さん、本日はありがとうございました。